吉野さんお疲れ様です堀江貴文さんと山本太郎さんの違いということでまあ人間が違うんでね違いはいくらでも探せるんですけどもまああえてね両方とも総理大臣を目指していたっていう共通点から紐解いてみるとどういうことになるのかなってことですけども私から見て堀江さんっていうのはうやっぱりね自己責任色が強いのかなと思います。そそして人にもそれを 期待すすする、るまででいかないんですけども、やっぱり自己責任の原則を自分にも使うし他者にも使うのかなってところですよね。そして制度があれば制度の枠の中でベストを尽くす人だと思います。制度を変えようとまでは思ってないのかなと思いますよね。まあ、ですんで世の中の仕組みを使って、えー、もしくはね非合法でないことをやりながら すれすれまで攻めていくってことかなと思います。まあでも基本的にはなんか愛に溢れてる人じゃないですかね、堀江さんもね。あの、やっぱ人気がある人っていうのはその分だけ誤解もされて恨まれるのかなと思います。堀江さんが選挙に出て、で、メディアが堀江バッシングをずっとしていました。で、堀江さんに対して悪い印象を結構最初はね、多くの方が持ったんじゃないかなと思いますし、確かに球団を買うとかね、 テレビ局、放送局を買うってなると、それはね、時の権力者からすると、とんでもないことを考えるな。しかもそういうことを多くの国民にばらすなよって感じだと思うんですよ。だから、ほとんどの放送メディアで、ホリエバッシングがありましたよね。でも実際私気づいたんですよ。球団って確かにお金出せば買えるよねって、それが10億なのか100億なのかわからないけども、金持ちになったら、そのお金が手に入ったら、 買えなないいことはないよねそう考えたら球団を買うっていう発想すらなかった自分に対して確かにありえるよねとかねそれ以上に会社を買うっっていう発想もなかったんですよ今会社を売ったり会社を買ったりっていうのはカジュアルに見にし目にすることができますけどもそういった調べれば分かることをやってのけるのが堀江さんなのかなっていう気がしますねあとは筋力に対してもうね あのまあ私は不当だと思ってますけども逮捕して収監されたってところもあって結局あの大きなライブドアっていう会社を解体させられる羽目になってものすごい影響を持ったんですよね個人資産208億も和解のために堀江さんは払ったそうですからね、うん、だからなんか打たれ強いなと思います同時に 他者にも打たれ強いことをやっぱり強要するところがあるのかなと思いますね。強要まではいかないけども期待するところがあるのかなと思います。で、山本太郎さんはどちらかというと自力でできない人のために、もしくはこの条件がなくなったら変更されたら自力でみんなが生きていけるのになっていうふうなあと一歩のところにいつも立っててくれる人なんじゃないかなと思いますね。どちらも自分以外の人の幸せを願う気持ちは一緒なんですけども片方は お前自分でやれよと。なんで僕が手を貸さなくちゃいけないんですかみたいな感じと、あともう片方は、わかりましたと。自分のことを後回しにしてでも、あなたのために頑張ってみますっていうふうなのが山太郎さんかなと。その違いじゃないですかね。どちらも納得させられる面がありますし、どちらにも受け入れ難いところがあって、人っていうのはね、好き嫌いが分かれるのかなと思います。ま私は、あの、スルッと見てね、両方とも、 非常に魅力的な人物だなと思いますけどもまあ堀江さんはねファンなんて必要としてないでしょうけどもね、うん、でも山本太郎さんはどっちかっていうとあのリーダータイプじゃないですかね堀江さんがボスのように「オラ行け!」ってね命令を出すかと思ったら山本太郎さんは「行くぞ!」っていうふうに先頭を走ってくれるみたいなね、うん、なんかそのぐらいの違いがあるんじゃないかなと思いましたけどもいかがでしょうかね まあ、堀江さんね、もう選挙には出ないでしょうね。もう、こりごりだそうですよ。選挙に出たから逮捕されたとまで言ってますからね。で、山本太郎さんは、逮捕されることを厭わずに、でもそんな危なっかしいことはしないですけども、でも、常に、不利と分かっていながら挑戦してくれる。その姿を見て私たちも、黙ってらんないなと。ダメかもしれないけども、やってみようかなっていうふうに、そんな気持ちにさせられるんじゃないかなと思います。はい。きっと今日本でね、 自分なりにできることをやってみようそれは YouTube のコメント欄に頑張れって書くだけかもしれないし令和新世組の動画を見ることだけかもしれないけどもでもそれって非常に大きな力になると思うんですよ最後に今回動画をねまとめるのにこういう言葉を発したいと思いますねそれは人人のの歩歩よよりもとということなんですよねおそらく令和新世組山太郎さんは100人の一歩 これをね、見せてくれてるんじゃないかなと思いますけどもねいってらっしゃい。